はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は天皇杯準々決勝警戒選手はもちろん〇〇ということで福岡 VS 甲府の天皇杯ですね、プレビューやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、ちょっと僕水曜日ね、本当はこの試合行きとうござったんですけれども、しかしまあ夜勤いいということでスカパーですが試合が見れない中、なかなかに僕の中ではまあ厳しいような、日程になってしまっているんですけれどもね、まあ、そんな、天皇杯準々決勝の甲府戦のまあプレビューというか、まあ、注目選手とか甲府の話とかやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、こちらメインチャンネルでございますね。メインチャンネルの方で J リーグ九州勢とか売られてる話をしているので、またチャンネルよろしくお願いいたしますということで、早速やっていきましょう。まずこちら、甲府ですけれどもね、現在勝ち点42で13位というのは甲府のまあ J2 での成績になっていきますね。で1試合平均と、1試合平均の得点失点数どちらも 1.2 点というのが、甲府の成績でございますね。で、直近5試合、ヴァンフォーレ甲府の直近5試合はこんな感じですね、直近5試合勝ちがありません。まあ1敗の、4分けということで、なかなかね甲府も今年乗り切れていません。それこそまあ伊藤監督が、退任してから新チームになったんですけども、なかなかやっぱりこううまくいっていない。まあどっかで浮上しそうなきっかけは多分何回かあったんですけども、しかし今そこから、なかなか勝つことができて、でも昨年もそうだったんですけどもね、甲府は昨年もそうなんですけども、やっぱこう引き分けの数が多いというのが僕の中ではやっぱりイメージとしてあるんですけども、そんなまあ甲府でございますけどもね。でいや、そんな甲府の注目選手は絶対なんだっていう話になってきます。今回こうね、どんな甲府、まあ甲府にどんな選手がそもそも、いるのかっていう話からやっていくとですけどもね、ヴァンフォーレ甲府、まあ、一番今出している長谷川元希選手ですね。中心となるのはこの長谷川選手がやっぱり中心となってきます。まあ、この選手、まあ、出しては、いますけどもね、こんな過去3年間の成績ということでございまして、まあ、本当安定して数字を、残すことができているこの長谷川選手でございますけれども、やっぱりこう長谷川選手って基本的にはシャドウの選手なんですね。まあ、トップ下とか、シャドウの選手で、そこからまあ強烈なミドルシュート放ったりとか、こうね、トップ下の選手ではあるんですけど、こうやっぱゴール感覚というか得点感覚に、優れてる、あ、ここにボールがこぼれてきそうだなみたいな、なんかストライカーみたいな嗅覚を持った選手、そんなイメージがやっぱりありますが、やっぱしかそれ以外のところですね、組み立てとか、まあ、決定的なパスを出すとかね、そこゴールを演出することもできる選手になってくるんで、この本当注目選手、僕は個人的に長谷川選手に関しては来年はもう J2 にはいない、まあ、J1 でやるんじゃないかなって、それぐらいも個人昇格候補の選手になってきますね。まあ、本当昨年が7ゴール6アシスト、今年でも8ゴール3アシストということで、まあ、昨年の得点数すでに上回っているこの長谷川選手になってきますが、本当得点も取れるし、チャンスメイクも本当優秀な選手なんで、この選手がやっぱりどんだけボールに、触ることができるか、どんだけゴール前で、プレーをすることができるかというのが一つ鍵になっていくと思うんで、まあ、まずアビスパからしたらこの長谷川選手を、抑えることというのが一つは、まあ、この勝利への条件というかに、そういう風になっていくんじゃないか。本当甲府に関してはこの長谷川選手を中心に待っているんでね、まあ、しかしそんな甲府でございますけど、長谷川選手以外にもここからも出さないんですけどね、注目選手としては何人かいます。まあ、現在チーム得点王がさっき言った長谷川選手の8得点でありますが、三平選手ですよね。まあ、それこそ長年大分で活躍した三平選手が現在チーム2番目の7得点をリーグで挙げているということで、この長谷川選手、三平選手、このコンビは相当にこれは厄介ですよね。でウィリアミラー、外国人選手で言うとウィリアン・リラー選手がいます。この選手はスピードもあります。その縦の突破、そこも秀逸なんですけど、そもそも体が強い、本当ボールが収まるポストプレイヤータイプの選手になってきますので、まあ、イメージとしてはルキアンとか、ファンマ選手みたいなイメージですかね。まあ、どちらかというと、まあ、ルキアン選手みたいな、イメージと思うんですけどもね、まあ、そんな、ね、縦の推進力もありますし、ボールも収まる選手になってきます。このウィリアン・リラー選手に関して本当得点のところですけども、本当に要警戒、まあ、身長も185センチですね、今見たら185センチ84キロ中、まあ、立派な体格になってくるんで、この選手をまあどうされるか、まあ、この選手もレギュラー格の
選手になってくるんで、このウィリアン・リラー選手が先発で出てくるとちょっと厄介な感じがしますが、まあ、このウィリアン・リラー選手の対策に関しては日頃のまあ練習からファンマ選手とかルキアン選手をこうリラー選手に見立ててまあ練習することもできると思うんで、ここはやっぱり要警戒選手の2人目にはなってきますね。三平ウィリアンの3人目か、長谷川三平、ウィリアン・リラー、この3人はやっぱり、得点という部分では要警戒の選手になってきます。あとでもう一人が菅井選手ですね、まあ、基本的にはディフェンシブな選手に、なってきます。まあ、センターバックとかウィングバックの選手になってきますが、この選手ねセンターバックでの、スタメン機会が今年多いんですけど、ただ僕この菅井選手がウィングバックで出た試合というの何回か見ました。あの長谷川選手が僕は、好きで、長谷川選手がどんなプレーを今してんだろうとか、ずっと追いかけているんで、個人的にこの J2 では最近長谷川選手、最近というか昨年からですけどね、長谷川選手追いかけてる関係でこのね興奮のゲームを、ちらほらと見るんですけど、その時菅井選手が何回かやっぱりウィングバックで出ていて、ウィングバックで入った時はしっかりこれチャンスメイクすることもできています。ちょっと菅井選手に関しては、僕もこれね菅井選手、長谷川選手に関してはやっぱりこれ J1 でやる力があると思います。そういう選手多いんです。ヴァンフォーレ甲府、今年こそまあ成績、ね、なかなかね順位的に13位でしたっけではあるんですけれども、この菅井選手とか長谷川選手とかね、本当素晴らしい選手が多いんです。 J1 でね十分やれるような選手、本当個人の能力で、見ると J1 個人昇格候補がたくさんいる、そのチームになってきますしね。あとそうそう、あとまあもう一人注目選手で言うとですね、まあ、中盤とこうやっぱ山田陸選手もいるんで、本当バンフォーレ甲府と面白い選手が多いというか、本当これ甲府を追いかける価値が相当高いなと僕は思って言うんですけれどもね、こうやっぱ J2 って、どんないい選手がいるんだろうと思ったら、まずバンフォーレ甲府か、長崎、この辺を見るのが僕はいいと思うんですけれどもね、まあ、そういう意味ではですけれども、ね、こう順位はなかなか振ってはいないんですけど、個人個人の選手の、能力を見ていくと、まあ、J1 でも十分通用しそうな選手が、たくさんいるといえばバンフォーレ甲府になっていくので、まあ、明日のスタメンどうなのか、分かりません。まあ、ちょっと甲府に関しては、まあ、昇格もなければ、まあ、降格もないみたいな位置にいるんで、もしかしたら天皇杯は全力で、取りに行く可能性もなきにしもあらずと思うんで、ね、天皇杯にまあ主力メンバーぶつけてくる、可能性もあるんじゃないかという感じでございますけれども、さあ明日のメンバーどうなのか楽しみでございますけれどもね。はい、ということで以上です。以上プロプンテジルサッカーチャンネルの包んでる方、チャンネル送ります。さら喜ぶよ。